してるの、うん、そう、刺してたら全然成長部分が成長で、果肉の ID ですけど、これはデンプンを、取ってる指数を赤肉に変化しただけの、まあ、味というもので、果肉色というのはその赤道で、ね、果実を割った時に赤い色が何パーセント程度入ってるかっていうのをやってみて、濃さは関係ないね。濃さは関係ない。関係ないね。果肉色は1から5までの育てる。果肉色の ID っていうのは1から5までですね。5段階評価で。1が0、1が5がまあ、一番ほぼ全面に着色。1か4です。着色のパーセンテージは、1の2から2の。すいません、実はですね、今お医者さんの方からですね、追加していただいたこの資料じゃなくて、この紙のところにですね、着色と色と ID って入れてもらいました。で、今後ですね、赤肉の関係につきましては、蜜入りとかそういうのと一緒で、赤色のパーセンテージというか、まあ、ID といった数値をこれから、まあ、割れていくことになりますので、ちょっとその辺でご理解をいただきながらですね、資料の関係、そういった形で今後出てくると思いますので、よろしくお願いします。はい。私たちね、今の調査結果と下の写真は一致してないんだよって話をするのに、みんな混乱します。今、式典でやっている資料の下はですね、これは自分の角ですね、6日の日の、赤肉の検討会で、持ち込まれた、くれない、それからルビーシート、それから中野シンク、中野シンクは当然ながら吉井さんの果肉です。あ、吉井さんの品種、吉井さんのものです。それからルビーと、くれないウェアはですね、試験場の、工場から出たものでございますので、これとはデータとは別物です。あくまでも10月の6日のですね、結果といいますか、そんな現象でしたよということをお見せするために写真を撮りましたので。上の資料とはちょっと違いますね。よろしくお願いします。この資料に分かる場合もありますので、よろしくお願いします。それではですね。